三好兼助明治36年6月1日は、江戸時代末期の調布藩士、政治家。明治維新後、宇都宮県三治、新川県三治、鳥取県三治、県令、豊岡県御霊などを歴任し、地方行政に携わった。陽名は栄野新、匠、常太郎。通称は、内蔵助。安政2年、調布藩第13代藩主の毛利元則より返記を、 受けて、修了と名乗る。下には、十五位。天保十二年十二月三日に、長州藩宿り木組みの増田玄子の四、男として生まれる。嘉永五年三月に、長府藩の三好蔵主の養子となる。安政元年、矢部三吉蔵主が、事故によって、領分の二和村に引退。修了は、下六千五百国のところ、元禄二百国の上家徳を継ぐ。三好家は、 調府藩家老職を代々務め、筆頭家老細川家に次ぐ、法六千五百国の大人格であり、吉見村、庭田村、東長野村、勝谷村、高野小村に領地を持っていたが、吉見村では年に一度領主を招いて、領内の方作を祝う式が行われ、その際に披露された、吉見と予作の祝歌は今日でも、宴席で歌われるなど、名家老、 三好内蔵の前世は長く世の語り草となっている。安政6年9月、修了は江戸家藩役として江戸に上り、大金中に江川太郎左衛門から法術、高島周藩から兵学を学ぶ。江戸家藩役であった修了が安政7年3月3日の上司の挨拶のため、彦根藩邸へ出資していた際に桜田門外の変が起こり、 毛利氏とイ氏が親戚関係にあったことから終了は、イ家を見舞いし、老中、脇坂康成より、彦根藩邸主営を命じられる。文久元年4月に、桜田門外の変への対応の功労により、後藤作の参書者を賞与として、藩主の毛利元則から賜る。文久元年9月、国元下藩役に任じられ、長州の沿岸警護の任を務める。 文久三年三月、養父から家督を継ぐ際に、現禄された二百国が返され、河内助作の刀を、藩主の毛利元則から賜る。源氏元年の第一次長州政党時、長州藩における幕府教順派の台頭により、山口から逃れてきた三条未見ら五教を、高山寺に迎える。この五教の高山寺入りが、後の薩長和解の宣鞭となった。 源氏元年8月の下関戦争において、調布の前田砲台が四国艦隊に砲撃、占領されるなど、前田周辺は多大な被害にあったが、前田に所領があった、終了は、死罪で、前田の住民の被害の保償をした。下関戦争の講和交渉の際には、長州藩主、毛利隆地下から、講和談判盆士として、三好兼助、副市として、 高杉晋作が任命されたが、修了は本名の三吉内蔵助としてではなく獅子戸備前と偽り講和交渉にあたるのを断ったため、福祉の高杉晋作が獅子戸備前の養子獅子土業部を名乗り表舞台に登場することとなった。第一次長州制党最中の現時元年12月、高杉晋作による高山寺挙兵が起こった際には、高杉ら初代と志を同じくしていた。 収量が高杉へ3000両の公金と重機を渡した。第一次長州政党の戦後処理の際、前述の通り収量が高杉新作など書体と関係が深かったため、現時元年12月26日、長府藩主毛利元州より切腹を命じられる。翌日、第一次長州政党の副総督を務めていた越前藩より小倉へ出頭することを命じられ、 現時2年1月1日に、小倉の本陣において、副総督の越前藩主、松平重明、薩摩藩の西郷隆盛、福岡藩家郎の加藤師匠らの連席の上、修了に対する尋問が行われ、西郷隆盛、加藤師匠らの取りなしにより、修了の切腹の命令は取り消され、初代の陳部を松平重明より命じられたに、修了は、西郷隆盛と会談し、 西郷から高杉晋作との会談の圧戦依頼を受け、西郷と高杉の会談を、現時2年1月1日に、下関に手実現させるなど、薩長和解に努めた。また、薩長同盟の締結の際には、坂本龍馬と数回にわたり会談し、龍馬の竹島開拓計画に賛同するなど、長布藩における、龍馬の理解者の一人であった。慶応2年6月に、 長州藩諸隊の一つである報告隊の総ただしに就任。翌7月には、長府藩が購入した、イギリス西軍艦の万樹艦の艦長に就任した。第二次長州政党時には、小倉口にて報告隊を率いて戦う。第二次長州政党後、小倉戦争の功労により130国を数をされる。明治2年9月、豊浦藩の県代三事に任じられ、 75国が活用される。豊浦半県第三次在任時は退院を削減されるなどの礼遇に不満を募らせた、長州藩書代の大使らの一部の反乱の鎮圧や、人民一揆の鎮圧に従事した。その後は、宇都宮県三次11月14日の11月25日、新川県三次12月18日明治6年5月29日、鳥取県三次、 県令5月29日明治8年7月23日8月に、判事も兼任する、豊岡県御礼7月23日明治9年8月21日、お歴任するなど、明治時代初期の地方行政に携わった。明治時代中期には、山口県会議員4月明治24年7月も、勤めた。高山寺の三好兼助の墓明治36年6月1日、死去。 去年62、母書は調布毛利家の母大寺でもあるこう、山寺。戒名は、検証因伝鉄心智之大古寺、詐欺月因伝爵小雲修水大古寺。ありがとうございます。